ブンブン、ハロー YouTube、 どうもマサルです。今回はアンカーの方から今後国内モデルとして発売される予定の新製品が一挙に発表されましたのでご紹介したいと思います。ちなみに今画面に表示していますのはつい先日購入したものと全く同じ充電器、とても便利だったので同じものをリピ買いしたわけなんですが、今回はもっといい充電器が発表されており少し残念な感じはあります。では早速今回発表された新製品、どういったものがあるのか、そしてマサル個人的に一押しの新製品の充電器につきましても詳しく見ていきたいと思います。では画面の方を切り替えまして、こちらがアンカーの公式サイトの方になります。今回の発表がこちらのページの方にすべて掲載されています。具体的にどういったものが発表されるかと言いますと、アンカーのこれまでの業績が発表されたり、そして今回の本題でもあります新製品、そちらが発表されています。例えばこちら、アンカー736チャージャー、ナノツ 100W。 こちらはアンカーの 100W 対応の充電器となります。アンカーの窒化ガリウムの回路、新製品によく搭載されます第2世代の回路アンカー GAN2 を搭載しています。GAN というのは窒化ガリウムのことで、別にこの GAN2 というのが一般的な名称ではありませんが、アンカーの新しいシリーズがこの GAN2 という名称で呼ばれています。特徴としましては合計3つのポートを搭載していて、 Type-C 2つ、 Type-A 1つで Type-C の片側のみ MAX100W 出力に対応するものになります。ちなみに複数のポートを使った場合、例えば Type-C 2つを同時に使った場合は 60W、40W というふうに出力が落ちてしまいますので、その点注意が必要ですが、そもそも 60W ありますとノート PC の充電にも使えますので、ノート PC の充電プラス何か急速充電が必要なスマートのタブレットを充電する、そういう使い方もできますし、まだまだ Type-A 端子を使った特殊なケーブルというのがあり、そういったものを充電する際にあると便利なタイプ A 端子も搭載しています。いずれにしろ3つつなごうが2つつなごうがタイプ C 端子の1つは 60W 出力になりますので、どんな場合でもタイプ C 端子を使えば急速充電には対応したモデルということで、そういった電力面に余裕があるため 100W 必要ないという方にとってもこのモデルは割と便利なモデルとなっています。国内で発売されますのは2022年6月上旬、価格は8990円となっています。あとはこちら、こちらも充電器になります。アンカー633というマグネット内蔵の充電器で、iPhone シリーズ、最新の iPhone シリーズなどを充電するのに最適なモデルになります。マグネットの上この部分にくっつきますので、スタンドに立てたような状態で充電することができ、充電しながらの操作、通知画面の確認などもしやすくなっています。価格はアンカーの充電器としてはまあまあ高く、こちら国内での販売価格は 12,990 円となっています。ただしこちらのモデルはもう発売がスタートとなっていますので、今回の新製品の中でも割と早く購入できるモデルとなっています。その他はこちらはこれからの時期アウトドアに持っていくにも便利な大型のポータブル電源になります。価格的には169,900円とかなり高額な商品ですが、今回のこのポータブル電源、他社のものと違うポイントとしましては、ワット数の大きな機器も使うことができるという製品になっています。ですので本来ならば自宅のコンセントに自社が使わなければいけなかったような製品、そういった出力が大きな製品も使うことができますので、これは単にアウトドアに持っていくというだけではなく、例えば災害対策用として自宅に置いておくというような使い方、そういう使い方にも対応したモデルになります。予約は4月13日予約スタートとなっていて、価格は今ご紹介した通り約17万円ということで高額な商品ですが、ワット数の大きな機器も使えるという意味では他社にはあまりありませんので、選択肢として候補に入れる価値は十分あります。そして今回の新製品はまだまだあります。例えばアンカーメイク
こちらはアンカーが作った 3D プリンターとなります。このようにオープンタイプの 3D プリンターとなっていて、大型のものも成形できるようになっています。あとこちらアンカーワーク、最近アンカーは在宅ワークなどに最適なワイヤレスのヘッドセットを販売したり、割とそういったところに力を入れており、今回のこの製品もそういった場面に役に立つ、いわゆるウェブカメラとなります。このように上側にシャッターがついていて、使わないときは閉じて使えるなど、ちゃんとセキュリティ、そういった部分の意識したモデルになります。あとはまだまだ新製品もあって、こちらアンカースマートトラックカード、財布に入れておくことによって、その財布が今どこにあるのか確認できる、要は忘れ物防止タグの一種になります。こちらはカード財布で2022年秋発売予定ということで、少し発売日は秋になりますので遅れますが、こういったものも販売予定です。あとはこちらがタグタイプ、ペットにつけるにもよし、キーホルダーにつけるにもよしというコンパクトなタイプになります。あとは屋外に設置することのできるネットワークカメラ、そしてこちらアンカーのお掃除ロボットになります。これまでもアンカーのお掃除ロボットいくつか販売されていましたが、残念ながらあまり評価が良くありませんでした。ただ今回のモデルはそういった部分も改善しているかと思いますので、価格的には5万円程度とまあまあの価格ではありますが、性能が改善されていればかなりお買い得なモデルになるかと思います。あとはアンカーのサウンドコアシリーズ、本来このサウンドコアシリーズというのはワイヤレスイヤホン、それからヘッドフォンなどのブランドとしてアンカーから発売されているシリーズですが、今回はこのシリーズの方からこちらメガネタイプのデバイスが発表されています。このメガネタイプのデバイスは音楽を聴くこともでき、なおかつこのようにサングラスタイプも用意されていますので、これから夏場、暑い時期など何かヘッドホンをつけてまで音楽を聴くと耳が蒸れてしまうというような場合は、サングラスとしても使え、そしてイヤホン外にも使える、こういったモデルいいかと思います。価格的には2万円程度、発売は6月1日発売予定となります。あとは新しいモバイルプロジェクター、こういったものも発売されています。発売日は6月発売予定となっていて、一番上のモデルはこちら、価格は24万9900円と、アンカーのプロジェクターはコンパクトなタイプが多く、性能的には少し下のモデル多かったんですが、今回はレーザー光源を搭載したプロジェクターで、この価格からするに光量も十分で、なおかつ実はこのモデル 4K に対応したプロジェクターになっています。ですので映画などを見るには最適なプロジェクターとなっていますので、これからプロジェクター購入しようと思っている方はこちらのモデル候補に入れてみるのもいいかと思います。あとは今回マサルがかなり気になっているのがこちら、冒頭でご紹介したリピ買いしたものと同じようなタイプの充電器、ただしこちらは USB-C ポート1つ、タイプ A と1つということで、マスルが購入したものよりはタイプ C ポートが1つ減っていますが、実はこの方が使いやすい場面が多く、こういったものを探していたんですが、今までなくて仕方なく先ほどのものを2つ購入してしまいました。こちらのモデルは 65W 出力で、まさにマスルが購入したものと同じような仕様のものとなっていて、なおかつ価格は5290円、安いとは言いませんが、この性能からすると手頃な価格と言います。発売日は5月11日発売予定となっていますので、先日似たような充電器を2つ買ったばかりですが、こちら購入して実機レビューを今後行う予定です。あとはこちらは充電器として使うこともできれば、モバイルバッテリーとしても使うこともできるアンカー511パワーバンクというモデルは約5000円で6月中旬発売予定、マグセーフ対応の iPhone シリーズを充電するのに最適なこちらのマグネットタイプの充電器、
こちらは6月上旬発売予定で約8000円となります。あとはスマートフォンとスマートウォッチを同時に充電できる充電器があったり、このような USB-C ハブ付きのスタンド、こういったものが発表されたり、あとは安価の人気のワイヤレスイヤホンシリーズからサウンドコアライフノート3S というこちらのモデルも発表されています。こちらは5月17日発売予定で6990円となっています。いわゆるインナーイヤー型となっていて、カナル型とは違い、耳を密閉しないタイプで、つけ心地のいいタイプになります。これから夏場暑くなってきますので、カナル型は耳が蒸れてしまってあまり好きではないという方は、このモデル購入してみるのもいいかと思います。あとはアンカーから体組成計、こういったものも今後発売予定です。ということで、マサル個人的にはこれまでずっと欲しかった充電器、タイプ C ポート1つ、タイプ A ポート1つ、この仕様の充電器、こちらが今回発表されたのが嬉しいポイントです。ただ先日これと似たような仕様のものを2つも購入してしまい、少しタイミング的に残念な感じはしますが、ずっと欲しかった仕様のものがやっと登場しましたので、こちらは1つか2つ購入してレビューを行う予定です。あとその他にもいろいろ気になる商品ありましたので、またそちらは実際に購入して今後レビューしていこうと思います。ということで、今回はアンカーの方から2022年これから日本で発売予定の新製品が一挙に発表されましたのでご紹介しました。なお、アンカーの製品販売ページのリンクは動画の概要欄の方に貼っておきますので、もし今アンカーからどんなものが発売されているのか気になる方は、概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。